どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。今回はですね、ちょっとね、久しぶりにね、思い出した話があったんで、で多分ね、これまだライブ配信ではやりましたけれども、普通の動画でね、言ってないんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっとその話をね、していこうかなと思うんですけれども、今から10年前ぐらいかな、ちょうど10年前ぐらいですね、とある学校の卒業制作課題の制作映画だったと思うんですけれども、それにね、あのガンアクションの吹き替えで、まあ、ガンプレイの吹き替えなんですけれども、それでちょっと呼んでいただいたことがありましてね、まあ、その時の話なんですけれども、まあ当然あのガンプレイで呼んでいただいてるんで、まあやっぱ銃は持っていかないとダメじゃないですかね。当日あの現場で一応その撮影用のね、銃っていうのはあるんですけれども、まあそれでもやっぱり一応自前の銃も持ってってね、まあどんなこと言われてもできるようにしておかなきゃなみたいなところがありますので、持ってったんですよ。で、いつものように銃何丁か、まあシングルアクションアーミー何丁かと、あとホルスターと、あと発火カートリッジですね、まあそういうのをあのカバンにガーンと詰めて、であの当時はね、ちょっとなんかウエスタンの格好をね、普段からしてたんで、ハットかぶってダスターコートっていう、あの足首ぐらいまである長いコートあるんですけれども、乗馬用のコートでね、全然乗馬なんかやったこともないんですけれども一応持ってて、まあそれを着て、でね、あの夜行バスに乗るためにね、確か池袋駅に行ったんだったかな、うん、行ったんですよ。で、まあ夜行バスなんで深夜の10時とか11時だったかな、それぐらいなんですけれども、考えてみてください。夜のね、10時とか11時、ウエスタンハットかぶって黒いロングコート着て、でっかい荷物を持ってる、超怪しいでしょ。まあ逆の見方をすればね、そんな目立つ格好して悪いことするわけねえだろっていうのもあるんですけれども、まあまあまあ、でもね、パッと見はめちゃくちゃ怪しいと、まあそんな格好で歩いてましてね、したらね、警察官がいたんですね。警察官3人だか4人いたかな。でうわー、警察おるわーと思って、これ声かけられたらめんどくせえよなーとか思いながら通り過ぎようと思ったら、すいませんお兄さん、ちょっといいですか。うわマジかよ、来たよこれってなってね、あごめんねお兄さん、どこ行くの。いやあのちょっと映画の撮影の手伝いでどこどこへ。あ、映画関係の方、ちょっとその荷物見てもいいですか。あ、荷物ですか。あー、わかりました。ちょっとじゃあのあっちのあまり人いない方でいいですか、みたいな感じでね、もうあの中に入ってんのは銃とホルスターと弾なんで、あんまりこう人が行き交う中でさ、そんなん出すもんじゃないじゃない。だからちょっとあのあっちの方の人いなさそうなとこでいいですかって言って、若干人通りからねずれたところ、まあとは言ってもあの駅の中だったんで、そんな暗いね、なんか路地裏みたいな、そんな怪しいとこじゃないんですけど、まあそこに連れてって、連れてって、連れて行かれたのかわかんないけど、まあおまわりさんね、3、4人と俺一人とみたいな。それでまあ、カバン開けるじゃないですか。すいません、あの先に中に入ってるもん言っときます、銃です。確かそんなことを言ってジーって開けた気がするんですけれど、でまあ警察官の方もちょっとびっくりするわけですよ。みたいな。でこうね、ピースメーカー出して、あのこれね銃なんですけれども、モデルガンっていうものでして、ちょっとすいませんねって言って、でこうやってねシリンダー外して、この弾倉の中にインサートっていう安全対策のもの入ってて、実弾入らないようになってるんです。でこっちの銃身の方にもインサートっていうものが入ってて、弾が飛ばないようになってるんです、確かそんな説明したと思うんですけれども、で銃本体はプラスチックでできてまして、金属製とかじゃなくて危ないものではないんですっていう説明をしながら、こうおまわりさんに見せてたんですよ。でしたらね、対応してくれた方ね、全然悪い人じゃなくていい人だったんですね。こう私が説明してる間も、ああそうなんだ、ああオッケーオッケーみたいな感じで、まあ、ちゃんと話を聞いてくださってね、特になんか疑われたりすることもなく、所持品の説明をしてったんですけれども、でまあ銃の他にもね、ホルスターとか、あと弾とかね、そういうのも見せて、まあこれね専用のレーザーのホルスターでとか、これがモデルガンに使う弾で、中に専用のおもちゃの火薬を入れて、それでバーンって音を出すんですって説明して、でそのね説明してる間も、ああすげえかっこいいねーみたいな感じで、そんなね、なんか本当に大丈夫なのみたいな、疑ったりすることもなく話を聞いてくれて、まあそれであの解放してもらったって感じなんですけれども、まあでも旗から見たらね、なんかウエスタンの格好をしたやつがおまわりさん 3,4 人に囲まれてんで、所持品検査されてるっていう、あいつは一体何をやったんだっていうね、多分そんな目で見られてたんじゃないかなと思うんですけれども、まあでもそんなことがありましたね、かれこれ10年前か。まあでもね、思いました。その時ね、あの映画の撮影のお手伝いっていう名目があったんで、であとねちょっとなんか格好もコスプレじゃないですけれども、ウエスタンな格好をしてたから、映画の撮影っていうのもあながち嘘じゃないのかなみたいな、若干説得力あったのかもしれないんですけれども、まあとにかく正当な理由があったんでね、ちゃんと話も聞いてくれて、でね、本当に大丈夫なの、ちょっと検査させてもらうよみたいなこともなく、
その場で解放してもらえたんですけれども、これがね正当な理由がなかったりだとか、そういう場合はね、場合によってはその場で没収じゃないですけれども、ちょっと預けてって言われて、で検査に回されてね、合法なものかどうかを、科捜研だかどこか分かんないですけれどもチェックして、それで後日持ち主に返すっていう、そういうパターンもあるらしいので、まあ本当そうならなくてよかったなっていう感じではありましたね。でまあちなみにですね、結構私ね早打ちの練習会だとか、まあそれこそイベントとかのためにね、結構銃持ち歩いたりしましたけれども、捕まったのは捕まったっていうかね、ちょっと荷物見せてって言われたのはその1回だけですね。もちろんね、私は普段から正当な理由がなかったら持ち歩かないようにしてるんで、ちゃんと見せてって言われたら理由もね、どこに行くのかも説明できるんですけれども、まあでもその時以外は特にまだ捕まってないですね。まあまあまあてな感じでね、まとめると、映画の手伝いでウエスタンの格好をして銃を持って池袋に行きました、おまわりさんに捕まりました、持ち物検査をされました、でも解放してもらいましたっていうね、まあそれだけの話ではあるんですけれども、でも本当ね、変な疑いかけられないためにも正当な理由がないときは持ち歩かないで、持ち歩くときはちゃんとね理由を説明できて、どこどこに行くんです、どこどこのイベント帰りなんですみたいな、ちゃんとそれを説明できるようにしといた方がいいですね。はい、まあそんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではじゃあね。